どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタマです。よろしくお願いします。さて本日はですね、7月17日、阪神 VS 中日の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちました！ウルトラの夏、勝ち越しで終えることができましたね。非常に良かったと思いますと。まあ、実はね、その僕、今日、試合見に行こうかなっていうふうに思ってたんですけれども、まあまあ、ウルトラ夏ジャージのこともありましたし、まあまあ、3連休ってところもあってね、まあ、当日券取れなくてっていう感じになってしまって、まあ、非常に悲しかったところではあるんですけれども、まあまあ、家で見ててね、しっかりと勝ってくれたし、まあ、久々の登板であるガンケル選手が8回投げて1失点、素晴らしいピッチングやし、まあ、久々の4番、佐藤くんにね、タイムリーが生まれたってところもそうやしね。まあいい形で勝てたんじゃないかなとは思っております。うん。まあ柳選手に、まあそれ以外は完璧に抑えられてしまったというところにはなるんですが。まあまあそれにしてもね、その何でしょうか、明日からの広島戦。うん、やっぱり勝ててないじゃないですか。まあその前に勝てたっていうのは、まあとりあえず勢いには乗りやすいと思うし、ね、まあほんまに一勝しかしてないんでね、明日から頑張っていただきたいなというところです。というわけで本日のスタメンオーダーはこちらになっております。ご確認よろしくお願いします。じゃあ打撃陣から見ていきましょう。中野選手ですね、4打数3安打です。レフトへのヒット、ライトへのヒット、サードへの内野安打、レフトフライですね。いや、1安打、2安打、3安打という形でね、素晴らしいヒットを生まれてくれてますし、3打席目、これセーフティーバントですね。うん、まあ、送球それたんですけれども、まあ、それでなくても多分セーフやったとは思いますし、まあ、いい形で、まあ、打率も2割8分9厘、まあ、2割9分近くまでまた上げてくれましたし、4打席目のレフトフライに関しても、当たり的には、まあ、大きな打球っていうよりかは、しっかり捉えた打球っていう形なので、まあ、中野選手の状態っていうのは、やっぱりすごくいい感じだなぁとは思っております。守備においてもね、ある程度安定してくれてる部分もあるので、どんどんね仕掛けてくれてるなぁと、前に出てしっかり取ってくれたりだとか、まあ盗塁はね残念ながら今日失敗という形になってしまったんですが、どんどん仕掛けててくれるっていうのはね、一番バッターとして素晴らしいことなので、次回も期待しております。はい、続いては島田選手です。4打数1安打です。レフトへのヒット、ライトフライ、セカンドゴロ、レフトフライという感じです。1打席目、これバスターですね。なんか最近その島田選手に対してこういう形でやらせるっていうのが多くなってきてる印象かな。まあその初めてかな、バスターで決まったのは。ちゃんと僕は覚えてないですけれども、まあこれが決まってね、まあそのなんて言うんでしょうか、まあよくを言うなら三塁一塁になってればよかったなとは思うんですが、まあまあこっからね、まあなんだかんだ逆転まで行ったので、まあとりあえず1安打生まれたことに関しては良かったと思うし、2打席目のライトフライ、4打席目のレフトフライに関してもそんなに当たりは悪くなかったので、まあまあ島田選手の状態的にも悪くないなと思っておりますと。まあ左ピッチャーの時はね、やっぱり、まあどっちかというと変えられる対象の1番手に上がってしまうので、まあそこら辺はね、まあ悔しいところではあるとは思うんですけれども、しっかりとね、その右ピッチャーに対してもこういう形でね、結果を残していければ、どんどん使ってくれると思うので、次回も期待しております。はい、続いては近本選手ですね。3打数無安打1盗塁です。ピッチャーへの送りバントエラー、セカンドゴロ、レフトフライ、レフトフライという感じです。セーフティーバントで、まあ、おそらくこれは送りバント指示出てなかったんじゃないかなと思うんで、まあ、自分の判断でランナーを3塁2塁にしようっていう形にやって、まあ相手としてはね、やっぱり想定外のことが起こってしまったので、エラーも絡んだ、まあ送りバントエラーという形になって、もうこのアイデアっていうところは素晴らしかったと思いますし、まあ盗塁ももちろん決めてくれてというところでね、まあダブルスチールでホームスチールっていう形になったんですけれども、ほんまにね、いい形で足を活かしてくれてると。まあこれで19個目かな、盗塁が。まあ去年はね、残念ながら中野選手、まあ残念ながらっていうか、まあ阪神の同じね、阪神の選手なので上下ぐらいなんですけれども、盗塁王というところは取られてしまいましたが、まあ現状ね、その近本選手の方が走ってくれてるので、まあどんどん盗塁王というところを目指していただきたいですし、まあ最多安打っていうところも全然狙える立ち位置なので、このままね、まあ、状態どんどん上げてってもらいたいなというところです。はい、続いては佐藤選手です。4打数3安打2打点1盗塁です。ライトへの2点タイムリーヒット、ライトへのヒット、ライトへのツーベースヒット、サードゴロという感じです。久々に、もうほんまに久々にヒットを打った、タイムリーを打ったっていう形になりましたね。おめでとうございますと。まあ、あえてそのなんでしょう、言うとね、やっぱ難しいボールは割と打ててるのよなっていう風な印象はある。まあ、若干ね、1打席目に関してはカーブが、まあ、ちょっと内に入ってっていうところなので、まあ、打ちやすかった部分もあるんでしょうが、割とね、その甘い球は仕留め損ねるんですけれども、まあ、低めの、まあ、佐藤くんの好きなところに、ちょっと、
甘くっていうかね、まあ、そのゾーンに来たらやっぱ打ちやすいのかなとは思うかな。まあ、実際問題結果を残してくれてるので、まあ、4打席目のサードゴロに関しても面白いところに転がったっていう部分はあるので、まあ、こっからね、状態どんどん上げてってもらいたいなというところですと。まあ、一個ね、ちょっとエラーがあったんですけど、まあ、あれはね、打球が強かった部分もあるんですけれどもって感じかな。まあまあまあ、次回も期待しておりますと。はい、続いては糸原選手ですね。3打数1安打1フォアボールです。ファーストライナー、ライトへのヒット、レフトフライ、フォアボールという感じです。計2出塁という形でいい感じなんじゃないでしょうか。打率が2割4分8厘と、早く2割7分まで上がってほしいなというところにはなっておるんですが、まあ1日1安打じゃなかなか上がらんわなっていう感じになってくるので、まあまあこればっかりは頑張ってくださいとの一言なんですが、まあまあその1打席目のファーストライナーってところもうまくすくって、まあ打ってはいるので、そんなに悪くないのかなとは思ってます。はい。まあ、ファーストの守備でね、その、大山選手がね、今日2軍で出たみたい、まあ、ヒットは打ってないんですけれども、出たみたいなので、まあまあ、多分、割と早い段階で帰ってこれるんやろうなと思ってるんですけれども、まあ、ファースト守備だけはちょっと見てて怖いかなと思うんで、そこだけがね、不安です。まあまあ、大丈夫なんですけどね、現状はね。まあまあ、次回も期待しておりますと。はい、続いてはロハス選手です。3打数無安打1三振です。ファーストゴロ三振、ショートゴロという感じです。ロハス選手に関しては、やっぱりね、その1打席目の、この時点でやっぱり1点欲しかったな。うん。まあ、ロハス選手の打点をつけて欲しかったなって感じかな。別にそのアウトになること自体はもうしょうがないとしか言いようないのであれなんですが、まあ、ここで1打点もね、取っておきたかったね。うん、まあ、3点取ったことに関しては素晴らしく良かったんですけれども、もう1点は取れたよなっていう場面で、まあ、まあ、糸原選手に関してはうまく救ったんですが、ロハス選手に関しては引っ掛けてしまったというところになるので、まあ、ここに関してはね、やっぱ1点欲しかったなとは思いますと。はい、続いては山本選手ですね。3打数無安打1三振です。センターフライ、ショートゴロ三振という感じです。1打席目、まあ割と捉えてはいるんですけれども、まあもう一伸び足りず、まあもう一伸び、もう二伸び、もう三伸びぐらい足りんかったっていうところにはなるんで、まあ捉えてはいるかなとは思います。守備においてはね、まあ、若干その最後の最後、岩崎さんが若干送球がね、逸れたというか、まあ、あのところから取って、セカンドやったら特にね、反転してっていう感じなので難しいんですけれども、まあ、その後、陽川選手もうまくカバーしてくれましたし、まあ、守備においてすごく安定してくれてるなというところですと。はい、続いては梅野選手です。3打数無安打2三振です。三振三振ライトフライです。梅ちゃんに関してやっぱね、その、まあそうね、わかりやすくゾーンの速い球が打てなくなってるという感じかな。いや、それはもちろん打ててるときは全然打ててるんですけれども、まあ、なんやろ、対比してしまうとゾーンの速い球が全然打ててないという印象なので、ここだけはね、どうにかしていただきたいなというところですと。はい、続いてはガンケル選手です。3打数無安打2三振です。三振三振ファーストゴロという感じです。1打席目の三振に関しては、まあまあ、これはしょうがない。はい、しょうがないです。はい。打撃においては次回行きたいというところですかね。はい、最後ですね、陽川選手です。1打数無安打です。センターフライですね。ランナーが、まあ、いる状態で、まあ、ホームランの可能性があるという、その場面で投げてくるってなったら、まあ割と力押しで来る。まあ特にね、ピッチャーネオ君に変わったから、まあ力押しで来るんやろうなっていう中で、ストレート一本に絞って力負けしてしまったっていうところに関しては、ちょっと残念だなとは思いましたが、まあまあ次回に行きたいというところじゃないでしょうかと。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、ガンケル投手、岩崎投手ですね。ガンケル投手、8回投げて92球、3安打4三振、1フォアボール、1失点です。初回、まあ、佐藤くんのエラーもありましたし、ガンケル選手のエラー、まあ、ご自身のエラー、牽制悪送球か、っていうところになって、まあ、自分で嫌な失点の仕方、まあ、もっと言うならね、その相手チームも、エラー絡んでっていうところなので、お互いに1回の表、1回の裏っていうのは嫌な点の取り方、嫌な点の取られ方っていう形になってるので、まあまあ、2回からが本当の、なんかある意味勝負やったんかもしれへんっていうところにはなってるんですけれども、その2回からっていうところに関しては、ガンケル選手素晴らしいピッチングでしたね。8回まではほんまに怖い部分一つもなかったっていう感じじゃないかな。まあ、その最後の最後にね、満塁、まあ、フォアボールも絡んだりだとか、まあ、ヒット打たれたりだとかっていうところでね、その満塁にはなってしまったんですけれども、平田選手に投げたあの最後のアウトローのキレッキレのストレート、あれはもう今日一番のボールやったね。いや、めちゃめちゃ良かったし、まあ、大島選手を打ち取ったボールっていうのも、しっかりガンケル選手らしい、ほんまにらしい打ち取った打球っていうのがね、ほんまに素晴らしい打球でしたね。ほんまにね、いい感じな打ち取り方でしたね。
いやー、まあ、久々のピッチングっていうところで、まあ、ウィルカーソン投手もそうやし、まあ、若干怖い部分はあるんかなと思ったんですけれども、まあ、日本の経験が、まあ、ある程度あるっていう分、まあ、利点もあったのかもしれないですけれども、すごくね、いいリフレッシュして帰ってきてくれたんじゃないかなとは思います。ほんまにね、素晴らしいピッチングです。まあ、その、もうちょっと点あったらね、完投までいけたんやろうけれども、まあ、点差が点差やしね。もっと言うとね、そのザキさんが3連投というところなので、まあできれば休ませてあげたかったんですけれども、まあ打撃陣がね、なんだかんだもう1点取れなかったので、まあこればっかりはね、まあ文句言ってもしゃあないので、まあガンケル選手がね、まあ4勝5敗ですか。うん、まあ防御率もなかなかいいのに、うん、なんでやろうなと思うんですけれども、まあまあ、対2までは、てか、まあ、勝ち越しにはしたいよな。さすがにシーズン終わりには。ね。負け越しって意味わからんからね。次回も期待しておりますと。はい、最後ですね。岩崎投手です。1回投げて12球1安打無失点です。まあ、ヒットは打たれてしまったんですけれども、しっかりとゼロで切れたっていうところに関しては良かったんじゃないかなと思っております。この連投というところがね、若干響いてきたんかな。まあ、実際問題。響いてきたっていうところはあるんですけれども、しっかりとね、うん。まあ、しっかりと切れたっていうのは良かったと思うし、まあ、4連投はないと思うから、まあ、明日、もしかしたら、ザキさんが外れるんかもな、ベンチ。うん。まあ、わからんけれども。まあ、いたら絶対使いたくなるからね。まあ、休ませてあげた方が、まあ、長くっていうところにもなってくるし、まあ、怪我されても困るので、まあ、明日はゆっくり休んでもらってというところじゃないでしょうか。ね、あと1セーブで20セーブ。すごいですね。大台乗りますね。ほんまに良かったと思います。はい、というわけで本日は7月17日阪神 VS 中日の試合について語らせていただきました。ね、明日からは非常に相性の悪い広島さんでございますと。一勝ですね。一勝10敗、1引き分け、2引き分けやったっけな。うん、まあ非常に勝てないので、まあ明日から3連勝。明日から3連勝したら、借金ゼロでオールスターに挑めるというところらしいかな。うん、違うか。まあ、とりあえず借金ゼロって、その9連戦を終えるっていうところになるので、まあ、いい形でね、終えたらいいなと期待しております。まあ、こっから3連勝してね、まあ、広島さんに対しても勝っていかないと意味ないんでね、頑張っていただきたいなと思っております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter、あとインスタグラムまでリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。